演舞開演。どうも、本日はこちら、日清のとんがらし麺うま海鮮麺を食べたいと思います。うま辛海鮮でした。なんかパッケージは見たにもかなそうですね。あったくて、ではオープン。上にパウダーが乗ってますね。では開封。うわ、色がすごい。でもまだ辛いって雰囲気なんですね。海鮮の美味しそうな匂いがします。ではお湯を注ぎます。では出来上がるまでしばしお待ちを。出来上がりました。なので何が飲んでるのか分かりませんが、まずはこのまま食べてみますね。ではいただきます。そのって重要な部分なんですか。まあ辛刺激はあって美味しいです。次はこのパウダーを入れて、食べてみた感じはうわっていうような刺激の強い辛さではなく、後からほんのりくるような刺激ですね。そこまで強烈に辛いっていうわけではないので美味しくいただけそうです。ご視聴ありがとうございました。あ、忘れていた、海鮮の旨味がきっちり出ていて海鮮として食べても美味しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。